今日は集王列伝、第6回、牧王だぜ。牧王、牧王。南への遠征に失敗し、消息を絶った小王。その後を継いだのが5代目の牧王だぜ。小王の南征の失敗で、周王朝で代々続いてきた拡張政策はどうなるのか。牧王はどのような基準で王朝を経営していくのか、ゆっくり語っていくぜ。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、鳥人間の提供でお送りします。周の牧王、姓は姫、異名は満、4代目周王小王の子だぜ。生年は不明、即位の年は1976年、没年は1922年とするぜ。治世がかなり長いわね。そうだな、この牧王の長い時代が周王朝の、転換点となった時代だと私は考えるぜ。まずは対外情勢を見ておこう。牧王は拳銃を征伐するために臣下の反対を押し切って出兵するぜ。だがこの遠征の成果は4白狼、4白6を得ただけだったという。つまり、ほとんど成果なし、ということだな。この時代、金文には多少の戦勝の記述は見られるが、周が攻めるよりも攻められる戦いが目立つ時代なんだぜ。特には魏と南魏の侵攻が目立つぜ。新政が見られなくなり、配下の将軍が軍を率いて、魏や南魏を防いだことが記録されているぜ。また諸侯間の不和が目立ち、旅行の意見を取り入れて、牧王は刑を定めたとされるぜ。この時代は、式には、王道、水ビス、と表現された。では本当に周王朝は衰えてしまったのか。周王朝の拡大の終了を王朝の衰えとするなら確かに衰退だが、だからといって拡張の終了が王朝の滅亡につながるとは限らないぜ。牧王の時代から新しい統治システムへの切り替えが進んでいくぜ。その結果、周王朝は長命を保つことができるようになったぜ。そのシステムを語る前に、牧王の時代を変えた物語、牧天子伝を少しだけ紹介しておくぜ。牧天子伝というのは、当チャンネルでもよく名前が出る、築書記年、と同じタイミングで、戦国時代の魏王の墓から見つかった書物だぜ。その内容は、牧王が西へ行き、崑崙山に至って、西王墓にあったという伝説を記した書物だぜ。西王墓について、霊夢ソロ、家紋。西王墓というのは伝説上の人物で、中国最古の地理書、元い怪物図鑑の仙外郷では怪物として書かれているが、後の時代には、不老不死の絶世の美貌の女神として表されるようになった女仙人ね。そうだぜ、この物語は歴史書としては荒唐無稽だが、中国の小説の元祖だと評されることもあるのだぜ。ということで牧天子伝についてはこんなもんだぜ。では牧王より前の儀礼システムと牧王より後の儀礼システムを、簡単、に語っていくぜ。牧王より前の儀礼システムは街道型儀礼と名称をつける研究者がいるぜ。みんな集まれいいシステムだぜ。王が主催して法君や諸侯、一管理まで様々な人々が一堂に会して、祭祀、儀礼を行う方式だぜ。祭祀で使用した犠牲、牛や豚、や狩猟や漁労の儀礼で得たものを、王が皆に振る舞ったんだぜ。参加者には王からプレゼントが配られたり、功績のあった人には宝貝などの物品が賞与されたんだぜ。古代中国式パーティーだぜ。これによって王は諸侯や臣下との関係を強めていたぜ。牧王の代からはこういった儀礼から、作命型儀礼、と呼ばれる方式になったぜ。俺のターン、豪華な宮廷を召喚するぜ。わあ豪華。この画像は全然時代が違うから注意してほしいが、あくまでイメージとしては雰囲気のある場所で行う儀礼だぜ。過去の周王なども祀られているような場所で、王は臣下を呼びつけ、官職や職務を任命するんだぜ。多くの人が同席するのではなく、呼び出された者と王と王の左右の者で、行う儀礼だぜ。官職や職務に任命されると、祭旗や衣服を与えられるぜ。職務は直轄領、というの統治や財産の管理が中心だぜ。作命儀礼は王の統治権限や権益を臣下に一部分け与えることだったぜ。
命を受けた官僚は与えられた衣服や裁きで自分の権力をアピールできたぜ。このような州王の権力や利益を家臣に分け与える儀礼を行うことで、安定した体制を作っていったのだぜ。この体制は五代目牧王に始まり十代目霊王で完成したと言われるぜ。この時代からは戦いではなく祭祀儀礼で王朝の求心力を維持していく時代になったんだぜ。南西の挫折での王朝のなし崩し的な瓦解を防ぎ、霊王まで安定的に王朝運営ができたぜ。また牧王期は、陰的な文化が廃れたのも特徴だぜ。青銅器は、この画像のような十面門が廃れ、幾何学的な文様が主流になり、式が減り食器や楽器が増えていく。また貴族の身分に応じた数量の霊器を取り扱う列器制度が始まったぜ。後の時代の人間が考える州っぽい儀礼や祭祀はこの頃からのものなんだぜ。州王朝はこうしてまた新たなフェーズへと移行していくぜ。長い治世でこの体制を作り上げた牧王は名君として、評価できると私は思うぜ。軍事的才能はなかったけどね。政治能力でカバーできればいいぜ。ということで、今回の、ゆっくり中国史語り、州王列伝第6回、牧王、終わりだぜ。次回から私にとって地獄が始まるぜ。ネタなし州王が4人続くんだぜ。どう切り抜けていくか、視聴者の皆様、ご期待していてほしいぜ。今回もご視聴ありがとうございましたぜ。皆様の、チャンネル登録、グッドボタン、コメントが、俺を突き動かしているのぜ。サンキュー視聴者様、フォーエバー視聴者様。力バーヌ。